新キャラの第一声それ。どうも新キャラのフランです。マウプ主が飽きなければこいつも出続けます。すぐ消えそう。すぐ消されそう。頼みますよ。ねえ、ちょっと。え？助けてー。あいつは置いておいて、歌を倒します。皆さんは傷がついてるやつを引っ張ってはいけません。け、かおいがい。スキルにゴリ押しパワー。皆さんは真似しないでね。火力は全てを凌駕する。どんだけ下手な人でも火力さえあれば活躍するのよ。キル中らしいセリフだな。倒してなんぼの黒ひげよ。待ってこいつどっから来た。キングに蹴り飛ばされてきました。おいしい餌だ。今見てる職員、今ピンチに陥ってると思うだろ。その通りだ。耐久が高めなのが救いだな。面倒くさいから無敵。コンディアインKOめです。スローペースだな。遅いっすね。そんなに言われる？ほらほらさっさとKOしてこい。視聴者さんには説明してなかったんですけど、私は黒ひげ使う際キルムーブしかしないので、あしからず。まあ敵全部倒せば勝てるもんな。なので旗ためとかしかやってないです。理論は認めない。燃えそう。解説系実況者だけに炎上しそう。相手が能力者なら基本負けない。脳筋。これで勝ててるから立ちが悪い。この世は火力で溶画できるのよ。黒ひげの強さはこんな感じ。火力70で残りは棒4に入れてます。そしてね、何よりも重要なのはここ。キャラ乱心です。キャラ乱心です。1位になりました。わかったわかった。1位ですよ。わかったって。歌ちゃん発見、ブラックホール。味方を歌うたにして15回復しやがった。恐ろしく早い人、私じゃなきゃ見逃さないね。見えてないのくさ、無能じゃねえか。逃がさないよ、歌ちゃん。誰だ、貴様。もうスキルないけどどうする素手でいけ。当たり前だ。なんで歌ちゃん離れていくの？こっち来い。よかったな、こっち来たぞ。言ってるのくさ、なんで言ってる？たまに歌うたの敵突っ飛ばすやつか。助かったぜ。じゃあお肉食べるね。かかんのよ。なんでそこ引っかかるんですかね。よっしゃ回復、スキルも打てる。ちっとも来ちゃった。見えてきた。ワンアイダメージちょっと重いな。打ってなかったら死んでたな。無敵で潰そう。当たろうよ。後ろの歌の野郎。あ、こいつシールドついてない。いらっしゃいませ。安全圏から引っ張れるのがいいな。だから最強なんです。とりあえずスキル1貯めて、また引っ張りましょう。引っ張るタイミングを探します。シールド持ちが厄介。歌うたにされかれないからな。ここだ。夢行きじゃない。スキル貯めるチャンス。あれ、打てない。よっしゃ、乗り込める。スネークマンの特性エリアはスキルに溜まるのが強い。連打も威力弱いし、スネークマン使ってる人は、黒ひげと戦わない方がいいかも。まあ見ればわかる通り、黒ひげの対能力者戦は基本楽勝なので、無双しましょう。黒ひげ欲しいって思った人はチャンネル登録・高評価お願いします。それでは第2次。能力者一人しかいない。終わったな、諦めろ。これがキャラ選択画面です。終わってる。能力者に対して最強の黒ひげ最大のピンチである。能力者がのこのことやってきやがった。掴んでても引っ張れるんだぞバカめ。他にもおでん、ヤマト、キングも引っ張れるぞ。あんまり知られてない事実。ははどこへ行こうというのだね。私はムスカ大佐だ。時間だ。答えを聞こう。能力者は4人です。端っこの君もそうだよ。あ、ダウンしてない。ダメだ。無敵さえ使わせなければ全然余裕で倒せますからね。シャンクス君をカバーする気持ちで向かいます。あ、何か余裕そう。さあこっちにおいで。エリアから出したのでさっさと抜いてしまいましょう。当たり判定強化を守るなよ。通常めちゃくちゃ当たるんだぞ。前はひどかったからな。全部スケルとかよくあったしな。キルが溜まれば一網打尽にできる。ダウン回復ね。ビーストのタイミング完璧だな。君をレイム。これが黒ひげ。お前らよ。敵もういねえ。いや、この空気どうしてくれる。お前だ。何しでかしてくれたんじゃ。質問してた。まんじゅうが滑るのは犯罪ですか。結論、死刑になることがある。大変霊夢が死んじゃった。高評価を押して霊夢を復活させよう。いつから視聴者参加型動画になった。高評価稼ぎしないでください。子供向け実況者がしょ。やめろバカ。存在ごと消されちゃうのでやめてください。タブーなのね。あれ、今じゃ使いされた気がする。
たまにあるやつだよな。わかれエリーに除外されても反撃されない理由を知ってる方はコメント欄にお願いします。バグかな。我々の中ではレイリーボット化したと推奨してます。ボットも確かにヤバいもんな。コマンド単位で回避するからゼロ遠距離全然当たんない。残り時間は下の3つ守りましょうか。パワーメシ発見。一直線に行くんじゃないよ。敵来てないし大丈夫よ。能力者がいないのは辛いぜ。でも倒せたんですよねー。ついでに投資も倒すぞ。電車の効果をブラックというフィーチャリングチーム V か。3万ダメージですよ。末恐ろしい。それでは今回はこれで終わり。チャンネル登録高評価するトープ主のモチベが上がります。Twitter もやってるので概要欄からフォローしてね。ではまた私たちの出番が来るまで。バイバイ。